フォスター港、またはフォスター湾は南極大陸のサウスシェトランド諸島デセプション島にある大きな湾である。この港は1820年頃には捕鯨者や海賊に知られ、はじめはイギリスのウィリアム・スミス船長にちなんでウィリアムズ港と呼ばれた。その数年後、イギリス海軍のヘンリー・フォスターが 軍艦 HMS シャンディクリア号艦長として1828年から1829年に遠征するとフォスター湾と解消された。島の中心にあるカルデラは巨大な火山噴火の跡をとどめ、噴火後の大規模な洪水により直径7から1 0トルの盆地とフォスター湾ができた。島の起源は第4期の火山で海抜8 5 0ルである。 南東海岸に幅およそ150メートルの狭い海港部があり、渡積の不意語と呼ばれ、港と外洋を結ぶ。南極の暴風を完全に遮断する。この湾は重要な自然の良好である。火山の影響で温泉水が混じる湾内の海水温は外目よりも高く、また温泉では摂取70度近い温度を記録する。渡積の不意語を抜けて、フォスター港へ入る。 ホスター港火山活動で海底が拡乱されるため、低生生物は生態学的に非常に興味深い層をなす。チリの提案と承認を受け、1987年に2地域を南極特別保護地域第145号に登録した。アルゼンチンは南極大陸部としてティエラデルフエゴ州南極大陸の領有権を主張する。チリは南極コミューンのうち、 チリ領南極のマガジャネスイデラ・アンタルティ・カチリエナ州を領有、イギリスの主張では同地域を自国領に属するという。これら3国は南極条約に署名している。ありがとうございます。